すごいもの。座学ばかりじゃ錬金術師の能力なんて測れないわ。大体シーンもシーンなのだわ。期待外れだなんてバカにされて怒りもしないんだもの。シーンは周りの陰口に腹が立ったりしないの？はあ、これだもの。まあでも、やっと本格的に調査を進められるのね。創新アスタルテの実在性、幻のオリジン、英知の創新。変わった研究テーマですね。アスタルテについて調べているなんて。あ、急にごめんなさいね。どんな調べ物をしているのか、ちょっと気になったものだから。創新アスタルテ。地、水、火、風、太陽の五行に次ぐ、6つ目のオリジンとも言われる創新。けれど、その実在については諸説あって、これまで契約はおろか、更新できた術者もいないことから、幻のオリジンと呼ばれていますね。どうしてそのアスタルテに興味を？無理に答えなくていいんですよ。いきなりぶしつけでしたね。英知の創新アスタルテ。伝説ではカエソの膨大な知識を受け継いでいると言われていますね。その知識があれば、オーズから大陸を救うこともできるのかしら。きっとできるの。アスタルテならきっと。なるほど。それがアスタルテを調べていた理由ですか。何かわかるといいですね、シン君、エンリさん。あら、アリアさんから何も聞いていないのですか。まあいいでしょう。明日にはわかることですし、自己紹介はその時のお楽しみにとっておきますね。では、さようなら、シン君。あなたのレポート、なかなか面白い着眼点でした。これから期待してますよ。何だったのかしら。そんなことで喜ばないで。単純なんだから。もう
大きなあくび。どうしたの？寝不足？あまり根を詰めすぎない方がいいわ。まあ私もあまり人のこと言えないけど。私の調合した栄養ドリンク、よかったら分けようか。おはよう、アリア。エンにも。言っておくけど、居眠りなんかしちゃダメだからね。今日はソニア先生の講義なんだから。はい、これ。そういえば、今日の講義は初めての方が担当されるとか。アリアの先生らしいの。死んだらこのくらいで。相変わらずお子様舌なんだから。でも体が熱くなって元気が湧いてくるでしょ。眠気なんて吹っ飛んじゃうよ。セレス、あなたもどう？また今度にしておくわ。そう？残念だな。先生が来たみたいなの。おはようございます。今日の講義を担当するソニア・ガーベラです。皆さん、よろしくお願いしますね。昨日の人、教授だったのね。知っている人も多いと思いますが、私はハルモニア派という学派を主催しています。ハルモニア派とは一言で言うと、自然との調和、世界とのつながりの中に錬金術の真理を求めるものです。皆さんはカエサの旧姓以来、この世界の万物がオリジン五行によって成り立っているのは知っていますね。しかし、知識としてオリジンの存在を知っていても、実際にその息吹を肌で感じたり触れたことのある人は実は少ないのではないでしょうか。自然には大いなる力があります。異なるエレメントを結びつけることができれば、オブリビオンのような最悪にも立ち向かえる。これがハルモニア派の基本的な考えとなります。ソニア先生、質問があります。どうぞ、マルチナさん。今先生はオブリビオンに立ち向かえるとおっしゃいましたが、送信の国家についてはどうお考えでしょうか。知っての通り、国家とは送信やその眷属がダストに汚染されて過信となってしまう現象です。過信となった送信は自然界での調和ではなく、ダストの蔓延を目的とします。そしてそれはオリジン級の送信とて例外ではありません。
火のオリジン、マルドゥックが家臣となったことからもそれは明らかでしょう。私たちマルドゥック派は家臣マルドゥックを討滅し、その意外から革新的な知識と技術の抽出に成功しています。以上の事実を考え合わせると、エレメントのつながりのみに肯定したソニア先生の学説はいささか説得力に欠けるのではないでしょうか。マルドゥック派の功績には私も尊敬の念を抱いています。これまで宗神との契約の中で培われてきた錬金術の奥義をあなたたちは技術として再現し、人の手による奇跡を確立しています。ええ、全ては家臣マルドゥックを討滅したからこそできたことです。私たち錬金術師は禁忌を犯すことで躍進を果たしました。そうですね。けれど私は最悪に立ち向かうために必要なのは知識ばかりではないと思っています。確かに宗神には過信化するという危険があります。けれど人間とて完全な生物ではないのですから、人と宗神、オリジンとエレメント、調和の中でこそ生まれるものはきっとあると私はそう信じています。曖昧な答えですわね。ハルモニア派がその何かを見つけられるよう応援していますわ。取り潰しになる前に。ありがとう、マルチナさん。今度私は課外実習を開こうと考えています。課外実習ですか、先生？ええ、皆さんの中にはハルモニア派の考えについて観念的すぎてピンときていない人もいるかと思いますから、そこでガーデンにて宗神との契約を試みてもらいます。ここから少し南に行ったところにある人工の洞窟よ。環境によっていくつかの階層に分けられ、希少植物の栽培や宗神の保護保全に使う大事な場所ではないの？特別にファウスト学長の許可をいただきます。貴重な体験ができると思うから、興味のある人はぜひ参加してくださいね。私にもできるかしら。ねえシン、あなたは行くでしょ？ねえシン、行きたいわ。楽しみね、課外実習なんて初めて。送信契約なんて非効率なのに。姉と呼びなさいと言ったでしょ。これで私たちの活動に少しでも興味を持ってくれる人が増えるといいですね。
ソニア先生。そうですね。でも学派は関係なく、皆が送信を大事に思ってくれるならそれが一番ですよ。はあ、人がいいんですからソニア先生は。そういう気には見られそうね、シンくん。おはよう。よく晴れて課外活動日和ですね。太陽神シャマシュに感謝しなくちゃ。でもシン、さすがに軽装すぎるのでは？送信と契約するのに宝具くらい用意しておかなくていいの？シンは何度もフィールドワークに行っているもの。コツは分かっているのだわ。うん、下手に荷物を持つのは二流。それがアルベルトス流の考え方なのね。勉強になるわ。そんな大げさなものでもないと思うけど。あ、そうだ、シン、これお弁当よ。どうせ用意してないだろうからってエンリちゃんが言うから。頑張ったんだからね。町の市場まで行って新しいスパイスを仕入れて仕込みのために早起きしたのよ。それもシンが喜ぶと思ったから。とっても赤くて綺麗だったわ。へへ、オートにはいろいろな香辛料があるから工夫のしがいがあるよ。シン、
好意で作ってもらったのに無下にするものではないわ。せっかくアリアが早起きして作ってくれたのに受け取らないのはひどいの。地下なのにほんのり明るいわ。あのふわふわした明かりがみんなチューマなのね。お仲間さん。見ての通り、ここには多くのジューマ、そして送信眷属が暮らしています。その環境を不用意に壊してはダメですよ。さて、今日皆さんにチャレンジしてもらうのは、ファミリア級との契約です。ファミリア級、いわゆる献身ね。そんな風に考える君たちはまだまだ契約者としては青いですね。送信について安易にランクで考えたり侮りの気持ちで接していては契約はできません。まずは相手をよく知ることを心がけてください。どんな能力でどんな役割を持った送信なのか、そして自分が相手にどんな場を用意してあげられるか。送信契約とは、人が送信の力を利用するためのものと考えがちですが、送信も人を観察していることを忘れてはいけません。自分の力が世界にとってよりよく活用されると感じたとき、初めて送信は私たちに力を貸してくれるのです。わかりますか？さて、ではお手本を示しましょうか。皆さんこっちへ。あまり音を立てず、静かについてきてください。シン、行くの。